デイジーです、みんな。楽しくやってる。生きてる。多様性は本当に素晴らしいということでね、私もずっとずっと言ってますけど、リトル・マーメイド、もう大好きでね、もう劇場8回も見に行ったんだけど、なんと明日も見に行きます。応援上映といって、歌ったり拍手したりが OK な上映なの。日本語版、吹き替え版で字幕も出て一緒に歌えるっていうね。素晴らしい。でしょ？でね。もう皆さんご存知の通り、デイジーはですね、このアリエルドールをですね、映画公開前に買ったんですよ。これも大好きで、本当に。もう素敵だと思わない？このほら。ね。このビジュアルで、今回リトルマーメイドですよ。なんて素敵なの、本当に。ねえ、みんなに愛と希望と勇気を与えてるよ、本当にね。でね、これ人形バージョンですけど、なんと今回ですね、もう、本当に私頭悪いのかな？じゃじゃん。見て、カップルでほら、エリック王子と、人間バージョンのアリエルです。ほら、ちゃんと足があるでしょ？ She got legs! 彼女、足があるね。まあ、こんな、ね、お人形さん買ったんですよ。どうやって買ったかは、ショート動画であげてるんですけど、本当に、もう買うつもりなかったのに買っちゃった。まあ、これはね、ちょっと、ここに置いときましょうかね、とりあえずね。ね。さあ、というわけで、今日短めにお送りしますが、この、アリエルちゃんを、開封して参ろうと思います。いやー、ちょっと手洗ってこようか。いや、アルコールで手拭こう。アリエルちゃん。私もこのお人形さんだけで買うつもりなかったんだよね。あっちのお人形さん。でも、せっかくだから、こっちは出して遊んでいこうと思います。やっぱこのドレッドヘアがね、可愛いじゃない？開けますよ。緊張する。私、映画館8回ともこれ持って見に行ったんだから、もう箱とかベコベコなんだよね。じゃあちょっと行きますよ。開けますよ。ありえる。出してあげるよ。あ、どうしよう。やっぱ開けんでみようか。いや、開けよ、開けよ、開けよ。どっから開けんだろう。このお人形さんね、水でも遊べるんですよ。ここに書いてあるんですけど。水の中でも遊べるよって素敵なお人形さんなんですけども。開いたー！ここからだ！フィリピンのフィンス、you don't get too far. Legs are required for jumping dancing. まあ、この箱は捨てちゃいますからね。私、意外とこういうの取っとかない派なんで。なんか昔さ、バービー人形とかさ、リカちゃん人形買うときさ、開けた瞬間なんかいい匂いしなかった？キャー、ご対面です。やっぱ開けるとめっちゃ可愛いね。じゃあちょっとこれ傷つけないようにハサミでカットしていきます。今顔触ったけどめっちゃ柔らかい。女の子の箱顔し柔らかい。ねえ、わかる？これほっぺがね、たわむんだけどわかる？めっちゃ柔らかい。女の子のお肌してる、ちゃんと。いや、明日、この絵を、お人形さん持って、応援上映に行こうと思うんですけれども。わー、楽しみすぎる。なんなの、本当に。やっぱ箱から出すと色が全然違いますな。あ、髪の毛も柔らかい。リンスしたてなの？なんで髪の毛こんな柔らかいの、アリエルちゃん。あれかしら？ミネラルの、海水のミネラル効果かしら？どこでつながってんの？あ、ここか。結構頑丈に固定されてるのね、これ。
ちなみにこのお人形さんはマテル社が出してまして、マテルなのでバービーちゃんとかの姉妹ですね。あー、取れた。あ、取れた。あと腕にもついてるんだ。ゴミ袋、あれ？私ゴミ袋どこやったっけ？まあ、いいや。ちょっと待って。いやー、ちょっと。いやー、素敵。やっぱ開けてよかったわ。すっごい髪の毛ツヤツヤ。見て、トレッドヘアの部分と、あと普通の髪の毛の部分がこうあります。わかるかな？これが普通の髪の毛の部分で、で、トレッドヘアの部分もあります。ちゃんと、ほら、かわいいね。かわいい。私じゃなくてお人形さんにピント合ってほしいんだけど、合ってるピント。ね、かわいいね。あ、お手手広がる。腕は肘が曲がりませんけど、手が広がるようになってます。はーい。でね、あ、ここ先端のヒレなんですけれども、ヒレもちゃんとここにあります。つけるよ。いやー、やっぱ開けてよかった。遊びたかったんだよね。あー、もうやっぱ開けると全然綺麗だわ。見て、このヒレすごい綺麗じゃない？わかるかな？私のポンコツ携帯で。裏はちょっと色ついてないですけどね、こんなラメで。かわいい。つけます。ここにね、ここにね、ちょっとはめるとこがありますね。つけます。あ、ついた、勝ち。ついたー。見て、可愛くない？ほら、お尻も可愛い、プリプリ。プリピナフィンズ、You don't get too far. Legs are required for jumping dancing. 明日一緒に映画見ようね。ずっと一緒に見てきたけど。あ、ちなみにね、今回のアリエルさんなんですけど、胸元がですね、実はここ貝じゃないんですよ。貝のブラじゃないの。これもね、鱗になっているの。ここも魚なんです。ね。あとハリーベイリーさんの素敵なこのさ、流し目のこの目頭がこのキュッとしたこの目と、ちょっとピントの合わせ方がね。お、アリエルだけでピント合ってほしいんだけど、合ってんのこれ。ほら、素敵でしょ？ね。やっぱほんと綺麗ね、このヒレ、尾びれ。後ろはちょっとね、一色ですけど。いやー、素敵。出してよかった。かわいい。あとね、生え際がすごいかわいいんだよね。生え際わかるかな、これ。ほら、ここ。やだ、私の顔近づけないとピント合わないのかな、これ。わかる？ちょっと。ほんと嫌なんだけど、アリエルだけでピント合ってくんないかな。はい。というわけで、写真でアップにしてみました。生え際にプリントカードとっても素敵でしょう。で、ほくろもね、ハリー・ベイリーさんと同じ位置です。いや、本当に多様性ってさ、素晴らしいよね。なんか私、なんだろうな。いろいろポリコレとか意見いろいろ言う人いるけどさ、いいじゃんね。今回のアリエルはこういうバージョンだったんだよ。もっとみんなさ、いろいろ、なんかいろんな設定で楽しめたらいいよね。楽しんだもん勝ちじゃん。だってすごく綺麗だよ。ぜひ映画館で見てほしい。ねえ、素敵でしょ、アリエルちゃん。ぜひ、明日、私、また、ね、見て。なんかさ、すごい素敵だと思わない？もちろん、今までの、従来のアリエルも素敵なんだけどさ、でも、もともとさ、人魚って、アンデルセン童話だとさ、デンマークかどっかね、北欧が舞台になってて、赤毛でもないんだよね。だから、もともとアニメ版の1989年のリトルマーメイド、アリエルも赤毛だけど、あれはディズニーがちょっとオリジナルのアレンジを加えて、カリブ海を舞台にカリプソミュージックでやったんだよね。だから、もともと原作に忠実であれって意見あるけど、いやいやいや。原作も違うから。アニメ版のアリエルも原作と違うからね。だから、そういうチャレンジングなことをしている、もうそもそも作品だからね。だから、全然アリエルも、実写版もこうやってチャレンジしてることは私はすごく大賛成です。しかもなんかちょっとポニーテール似合うね。かわいいね。なんかいろいろしてあげたくなっちゃう。
ね、というわけで明日これも持って、この子も持って行ってきます。みんな見てくれてありがとう。ね、多様性、本当に素敵。みんなも好きなもの好きって言えたらいいね。言ってこうね。好きなもの好きって言っていいんだよ。じゃあね、見てくれてありがとう。バイバーイ。